な。H H だったよ、もしかしてここ。H H だったよ、もしかしてここ。H H だったよ、もしかしてここ。Yo yo yo, the hot lady on the cable, yeah. H だったよ、もしかしてここ。YouTube。はい、どうもボスでーす。皆さん、前回のね、イクラズアメフェスの動画、ご覧いただきましたか？1年ぶりだか2年ぶりだ、ちょっと間にね、ちょっと何年か空いて開催だったみたいなんですけども、とりあえずね、バイクの数が半端じゃなかったですね。もうハーレーもそうだし、まあ、Z 系とか旧車系のね、バイクもいたんですけど、半端じゃない台数いましたね。で、車もね、結構まあ、日本の旧車とね、アメ車とね、結構いろいろ揃ってて、見どころあったんじゃないかなと思います。で、今回の動画なんですけど、今回の動画は、ゆいめぐの浅草散歩の後編です。なんか、二人がね、あっちこっち、ぐるぐると回って、まあ、ほとんどご飯食べてるんですけどね。まあ、ぜひぜひ見てください。前編が全然回ってない。後編は見てください。どうぞ。人力車乗ってくる。浅草といえば人力車。人力車今日ね、案内してくれますよ。よろしくお願いします。緑色のお兄さんに、うん、お名前は。あ、私名前がカオルと申しますんで。カオルちゃん。はい、カオルさんで、ね、よろしくお願いします。カオルちゃんです。カオルちゃんと、今日の案内人はカオルちゃんです。カオルちゃんと共に旅に出てきます、はい、はい、とりあえずちょっと曇っていただいて。それでは姫君、ゆっくりと階段のような感じで真ん中を踏んでいただいて、くれと登っちゃってくださいませ。乗るの怖いよね。え、乗るの怖くない？乗るの…ちょっと滑るから気をつけてね。滑るから気をつけてね。ゆっくりと階段のような感じで、どっち向きで行くの？あ、そのまま上がっちゃう方が、あ、いいですね。怖っ。どうですか？怖いです。いい感じ。それではシートベルトの方させていただきますので。シートベルトある。シートベルトある。今安全のために、まあ、落ちちゃうね。うん、まあ、2人とも人力車は初？いや、1回だけ。1回乗ったかな。あ、じゃあ2人とも2回目多分。もう所持じゃないんだ。はい。カオルちゃんはそういうとこ触れないよ。え、カオルちゃんはそういうとこ触れないよ。触れてもよかったらしっかり触れていきますよ。カオルちゃんそういうとこ触れません。とりあえずだからカオルちゃんの案内のもと、はい、浅草爆走してもらって、ええ、私ちょっと先回りしなきゃいけないみたいな。そうですね、一人で小走りしてってください。発車とともに先行ってますんで。わ、はい、かりました。いなくなったらどこに連絡して。どこのルートで待ち構えてるかはよくわからん。もしかしたら JRA とか行ってるかもしれない。あ、馬。え、馬馬馬。あ、正解ですね、馬ですね。馬娘とか言っちゃうって。馬娘撮ってるかもしれない。そうだね、こっちの娘たち関係ないってこと。こっちの娘たちをほったらかしにされて、そっちの方が回るかもしれないじゃん。ああ、急にね。急に浅草下り馬入ってたらそっちが回るかもしれない。そうそうそう。それでは準備の方できましたので、はい、お願いします。はい、それではゆっくりと持ち上げさせていただきますので、しっかりと背もたれの方を抱いていただいて、はい、それでは行きます。よろしくお願いします。お願いします。よっ、すげー、お久しぶり。こんな感じで目線が非常に上がりますんで。いいですね。それでは、いただきます。よろしくお願いします。行ってきまーす。はーい。すごい。バイバーイ。まずなんかたぬき通りと言いましてですね、はい、合計で12体のたぬきの銅像がいるミニパワースポット的な通りになってます。たぬきいる。これは大黒たぬきちゃんって言って、金運商売運が上がりますよっていうたぬきちゃんになってます。いいですね。まさしく大事なたぬきちゃんだと思います。向こうには人情たぬきちゃん、人間関係なんかうまくいってますよっていうたぬきちゃんも、その他、お勉強だったり、運勢だったりと。開運ですね。そこにタヌキの顔ハンガーですね。そうなんです。なんか絶妙なところに顔ハメあるね。確かにインパーキングの横っていう。で、こちらの小町タヌキちゃんと言いまして、この子は女性の美のタヌキちゃんでございます。今でも美しいお二人がより美しくなっちゃう。あら、
下町情緒あふれる女性のタヌキさんです。かおちゃんうまいね。ありがとうございます。みんなこうやってやるんだぞ、女子には。褒めて褒めて、ちゃんと。今じゃあ右手がタヌキ通りの声ってなって、先ほど見て全部で12台おりましてですね、ご利益が約11個となってます。なぜかと言いますと、最後、一番最初のこの夫婦たぬきさんですね、この子は2体で1つ夫婦円満仲直り叶えますよというご利益になっているので、12体で11個のご利益となっております。そういうことか。お腹慣れないとご利益じゃないと、うちは届いてない。でこれあの手で持って食べられるもんじゃで、もんじゃコロッケって言うんですよ。外はさっきと中から取ろうと思うんじゃできますよ。めちゃめちゃうまいです。でこの先にあるのがですね、ホッピー通りって言って、朝からも飲める、飲み屋街となっております。あのホッピー通りはですね、向こうにも続いておりますんで、もうはしごしまくっちゃって、賑わってますね。そうなんですよ、もう昼の段階ね、ベロベロに酔っ払っちゃう人なんかもいます。酔っ払っちゃってる。あら、ちょっとバレちゃった。あ、いい終点になっちゃった。今酒抜きだ。あ、酒抜き、酒抜き、汗かいてね、酒ね。多分一回走ったらもう抜けるから、絶対抜けるよね。すごい。でこちら今から入ってまいりますのがですね、伝法院通りと言いまして、江戸の町並み、家作りなんかが再現されている通りになります。実はあれじゃないのか、人力車先に通った方が良かったんじゃない。あ、そうだね、人力車で回ってもらったところの気になるところに行けばよかったんだ、ね、いいね、やっぱこっちで案内してもらった方が早かったんじゃない。めっちゃ気持ちいいよ、人力車。うん、めっちゃ暑いよ、うん。ダイエット、ダイエット。こちらはちょっと屋根あるんで、バスはダイエット企画中なんで、うん、じゃあ、あと楽しんできて。あ、うん、わかった。自撮りできたら自撮りしといて。あ、いいね、オッケー。ビデオ渡された。ビデオ渡されました。ボスは去っていきました。去っていきましたね。はい、作りなんかを再現されたりとかね、こういうとこがね。で中にはあの浅草いちごさんって言って、いちご専門のいちごのね、さっきもあったよね、なんかいちごハイボールとか。あ、そうなんですよ。ビールとか。そうなんですよ、すごいね、シンプルにいちごのスイーツからいちごのハイボール、テキーラなんかもありますんで、たまに一杯飲んでからそのまま人力車ドライブスルーもできるんで、行っちゃってなんか思います。でも当時の家作りの特徴なんかがですね、長屋作りといってですね、家と家の隙間がなくて、そのね、ぴったりとつながってるのが特徴になってます。人力車からの目線もう普段よりも結構高いですよね。いい目線だ。いかがでしょうか。お笑いライブやってるんですか。若手のお笑い芸人さんが、うん、すぐそこ、これから見えてくるんですけど、世界で一番近いあのリトルシアターっていうものございまして、うん、そちらの方で実際にやられてるんですね。これから通っていくのが浅草六区通りって言うんですけど、浅草1から6区まであります。あ、そういうこと。そうなんですよ。で当時江戸っ子って、まあね、やっぱり 6区っていうと言いにくいしかっこ悪いと、うん、いうことでみんなロックって言いたがるんですよ。あ、なるほど。なんでこっちはロック通りって呼ばれてます。ロック通り、はいはい、ファンキーですね。ロックで、右上左上に浅草にちなんだ芸能人さんと、あ、おーちゃんがいます。お名前、お写真載っております。すごい。あ、ほんとだ。ちょっとわかんないこんな人は。正直たくさん載ってますね。じゃあそこ予約済みってなってます。将来入る方決まっておりまして、有名な芸人さんでもあり、うん、映画監督でもあるお方です。誰、みんな知ってる感じの人ですか。もう超有名です。超有名、超有名です。誰だろうね、誰が入るんだろう、こういうのって。まあ、真似するとしたら僕下手くそなんですけど、うん、あの、あ、ビートたけし。あ、正解です。あ、ドンキ。いや、ヒゲラがでこれちょうど正面が捕鯨船さんって言って、浅草キットって見たことあります。はいはいはい、あの煮込みしかないクジラやでっていうフレーズがあるんですけど、あ、ここ、それです、こちらになります。かわいい色で、これ開いてる時は芸能人さんの写真がたくさん載ってまして、なぜかというと験担ぎの言葉に芸を食って芸を磨け、クジラを食べて自分たちの芸を磨きなさいよという喧嘩席があるんで、みんな来られます。すごいね。お、相川翔。お、相川翔いた。相川翔いた。相川翔いた。かっこいいよね。そうなんですよ、よく浅草の
ロケ、ドラマ撮影たくさん来られております。かっこいいですよね。そうなんです、こちらの中に。あ、ごめんなさい。かっこいいね。相川翔さんいますよ。うん、相川翔さん入られてます。大物ですよ。大物ですよ。いや、大好きですよ。姫も大物ですよ。あだす。大物 YouTuber です。あだす。そうなんですよ。あだす。そうです、私が大物 YouTuber です。なわけあるかい。あ、なんかありますね。そう、ストリップ劇場ですね。すごい。見に来られたところあるんだ。ないです。まあ、ヌードシアターというふうにも言われるんですけども、なるほどね、女性の方がこう肌を露出し、まあ、言ったら一枚一枚脱ぎながら。うん、で、まあ、音のない、まあ、劇だったり、うん、で、音楽に合わせながらダンス踊ったり。うん、女性の方々が綺麗に体を見せる場の一つがこのロックだったってます。なるほど。カルちゃんは人力車もう何年目ですか？僕はでも1年と、7、8ヶ月ぐらいですかね。そうなんだ。一応この仕事がやりたくて上京してきて。そうなんです。一応出身はの広島県で。あ、広島。そうなんですよ。はるばる。はるばる。すごい。前職は一応海上自衛隊をやってました。マジ？マジです。じゃあなんか合ってる気がする。体力もあるし。あ、本当ですか？ありがとうございます。こんなアホな感じなんですか？いや、それがいい。それがいい。すごい。楽しい、きっと。で、この通りがこれ日産道通りって言って、うん、浅草の中で唯一下が木造りなんですね。あ、木なんだ。そうなんですよ。で、金魚すくいや射的ができるお店なんかもあったりするので。え、マジ？それそれそれ。あ、見ました？やってた。なんでこちらの通りが一応別名がお祭り通りというふうにも言われてます。そういうことね。じゃあせっかくなんで全然写真撮ってないんで写真撮ります。やったー。撮ります撮ります。イエーイ。 YouTube ただいまー。どこ止まんの？わかんない。あ、ここです。あ、こっちだ。ホールは、はい、あ、入って2個先だった。ここです。戻ってまいりました。今ちょうど終わりになりますので、ありがとうございます。こちらの方でゆっくりとさせていただきます。はい、いただきたいと思います。感じました。先生ゆっくり下ろさせていただきますので、しっかり背もたれを取り取ってください。お世話になります。どうでした？いや、超楽しい。涼しいし、めっちゃ楽しい。めっちゃ楽しかった。なんか知らない通りとかさ、もあったから、そう、もう行きたいねとか言ってたけど、なんかちょっとどこだか覚えてない。知ってる通りの方が少ないでしょ。そうですね。はい。射的やりたいね。ね。射的。あるんだって。射的あるの？射的ある。しかも一回なんか途中から通ってきたとこあったじゃん。金魚すくいとか。ああ、はい、はい。あそこのところに。花屋敷とか。おっと、射的。じゃあ、ゆっくりと。見た。今よかったら使っていただいても。はい。ありがとうございます。はい、少々お待ちいただいて。はい。はい、よかったら。ありがとうございます。はい、すいません。いいじゃん。よかったー。よかった。めっちゃ超楽しかった。なんならあれらしいから、人力車って1日貸し切りとかあるらしい。あ、1日貸し切りあんの？いくら？え？いくらで？なんかありますよね。広く、まあでも4時間でディズニーまで行けて、まあ、2人で6万円ぐらいなんで、はい、もう貸し切り無限大ですね。もうディズニー、はい、もう体力が続く限り。さっきそう言ってたの、4時間でディズニーまで行けるよっていう。それはちょっとエグい。朝何時出てんのこれ、わかんない。しかもだって朝のオープンに間に合わせてとか、じゃどうなってくるのって話じゃん。個人タクシーかよみたいな。いや、もう言ってもらえればそこはもう融通きかしたいんだ。マジやばいね。そうだから浅草来て人力車乗りたかったら、だからここでめっちゃでっかい声でカールちゃんって叫んでくれれば、出てなければいいもん。はい、もうこの柄のやつがいますんで。この柄のやつが、はい、よろしくお願いします。みんなカールちゃんのとこで乗せてもらってください。ぜひお願いします。はい、どうだ、人力車どうだった？いや、めっちゃ気持ちよかった。これもらった。これもらった。写真。だから見えない。あ、はい。これもらいました。撮ったやつをチェックプリントアウト。そう、くれたって。うん。ミニサイズいいね。ね。これ超いい。うん。ならチェキで撮ればいい。チェキは持ち歩いてないんでしょ。うん。ね、うん、この携帯で撮ってくれて、現代のコンビニ頼ったらどうですね。すごいね、チキンチキンだね。すごいね、ね、かわいい、かわいいな、いいですね。わらび餅、わらび餅、抹茶、まあ、ほんと、いただきます。なんか食べるシーンはあるの？またメンバーシップまたなの？
すごい、めっちゃプルンプルン。難しい。これちょっと取るのむずいね。取るのむずくない？あ、取れた取れた。はい、これ。冷たい。うん。すんごい冷たい。プルンプルン。いっぱい歩いたね。うん、歩いて食べて。歩いて食べました。楽しかったです。結構満喫しましたね。うん、人力車も乗れて。うん、よかったよかった。じゃあね、メイン通り通って、でちょっとね、お土産でも買って、うんうん、入りますか。これ、多分10万回回ると思うんだよな。1人2回ぐらい見てもらって。1人2回見たら10万回回るから。今回のも回るんじゃないですか。ちょっと見どころ満載な感じはありますよ。いや、と思いますよ。10万回回る。ことになってます、はい、のであの10万回回らなかった際は、はい、皆さんビンタですまあじゃあね、うん、今回のゆいめぐ散歩は浅草でした、はい、はい。皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくね。浅草の人力車はカオルちゃんだよせーの、声がちっちゃいのもう一回大きい声で言ってもらっていいですか。遠すぎる、遠すぎる。え？大丈夫だよ、早く。浅草寺が入りきんないから、はい。